Oh. Oh no, what? She's that close. It's going to be within 10 seconds. Still going to win. I'm like, what happened? Monster race for her, too. Huge personal best. Another step forward. Yeah, it's a 2-minute personal best. Yeah.今の時点での気持ちはもう時間が経っているので完全に無の状態にはなっています。何とも思ってないっていうわけではないんですけど、特に、目標が達成したからとかそういうのもないので感情は、特に普通の平常心な感じであって、ただ思い返すと本当に今回ヒューストンマラソンでこう日本記録を一つの目標としてやってきて、でそれは前回の東京マラソンの時も同じような気持ちではやっていたんですが、やっぱ取り組み方的に今回は本当にさらに私だけが記録を出したいという気持ちで臨んだっていうよりも本当にもっと大人数で私が記録を達成できるようにサポートしてくれてた人たちが本当に多くいたなっていうのを今すごくこう思い返すと感じる部分があります。次はレース今後のスケジュールについて、皆さんレース終わった後ツイッターでも更新をされていたと思うんですけれども、はい、改めて今後のマラソンへのスケジュール感と、あとはパリオリンピックに向けてというところも少し気になるところで、トラックのことも含めてなんですけれども、そういったことのスケジュールについてもお伺いしてもよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、SNS の方に私の SNS の方ツイッターの方に、投稿した通りで、今年はその春夏のシーズンで、5000m もし 5000m プラス、5km とか 10km のロードレースを予定していて、で9月末のベルリンの方でもう一度日本記録への挑戦を、しようと思っています。でそこまでは勝負っていうよりかは、記録を狙っていく、5000にしてもその5キロか10キロのロードレースにしてもマラソンにしても記録を狙うためにやっていこうと思っています。で勝負に徹するのはもうその後の駅伝、東日本女子駅伝と、クイーンズ駅伝の方では勝負に徹していこうと思っています。今年のスケジュールはそのような感じです。パリに向けてというところは今年に向けてというところだったんですか。パリに向けては今の時点では私の気持ちの中にはありません。はい、マラソンへの捉え方という意味でちょっとお聞きしたいんですけれども、東京マラソンの後だったりには、私の嫌いということもおっしゃってましたけど、マラソンに対しては今どういう思いでいるというのを少しお聞かせ願いますか。変わらず苦手意識というか、できれば距離を置きたい相手だなと思います。それでもまた次9月ベルリンを狙うって、記録へのこだわりがすごいところがあると思うんですけど、そこへの思いだったりそのを聞かせ願いますか。私がこう常日頃から、言っている結果を出す、結果を残す、タイトルを取るっていうのは私がこう私を支えてくれる人たちへの感謝の気持ちの一つだなと思っていて、もちろん感謝の気持ちを伝えるっていう、そのありがとうっていう言葉を相手にこう伝えるっていうのも一つの手なんですけど、私にとっては結果を残す、タイトルを取るっていうことが一つの感謝の気持ちなので、そういう意味で、マラソンなり駅伝なりトラック種目なりっていうこの仕事に対してはそういう気持ちでやっています。今回のマラソンで得た手応えも大きかったと思うんですけど、ベルリンに向けてこうあと12秒縮めて更新するためにっていうのはご自身の中で何が必要で、逆にどこに手応えを感じているかなど教えてもらえますか。ヒューストンマラソンを走る前は、
一応コースは下見はしたんですが、どうしても私も横田さんも、ヒューストンハーフのコースのイメージが強くて、で、ハーフのコースは、最後のダウン、最後ダウンタウンのに入ってゴールなんですけど、ダウンタウンに入る前にちょこっと坂がある、坂っていうか上り下りがあるコースで、ハーフはそれまでは本当にフラットで走りやすいコースだったので、その延長だとこう横田さんも私も思い込んでて、なので、あ、単純に記録が出るコースだなって認識してたんですけど、いざこう走ってみると、20キロまでは確かにこうスピードが出るコースで、ハーフと全く同じコースではなくて、本当にハーフと一緒に走るのは最初のスタートして7キロ8キロぐらいなので、 それ以降は全く別のコースを走っていたので、そのコースとか その日のコンディション、気象条件とかを踏まえて12秒あ踏まえて、あとプラスその自分の練習の、ここが足らなかったかなっていうのがゴール後すぐ分かったので、12秒はカバーしきれる、ベルリンまでだったらカバーできるなっていうのを横田さんと意見が合致したので、そういう、なんだろう、自分の足らなかったことが明確に分かったからこそすぐに切り替えれたなと思います。その明確に分かったところっていうのは後半の距離の部分でどういうところになりますか？最後の、5キロがアップダウンが、まあ、タフなコースになっていて、でそこがやっぱり結局足が残ってない状態になってて、で一人でも押していかなきゃいけないところでもあったので、そこがペースを上げきれないっていうところはやっぱり今回ちょっとその足らなかった部分が、坂の練習がちょっと足りなかった、回数が足らなかったなっていう、その内容っていうよりも坂に行った時、坂に行く回数が単純にちょっとこう足らなかったなっていうのが、まあ、それだけではないんですけど、そこが結構大きかったかなと思ってます。レースのことをちょっと振り返っていただきたいんですけども、当日どういうレース設定で進めようと思っていたのかっていうことと、後半、ペースメーカーの新田コーチがその最後まで行く予定だったのか、それとも予定通りの外れだったのか、そのあたりを含めて終盤の部分どういう気持ちで走っていたのか、そのあたり伺えればと思います。はい、ペースは、新田コーチが引っ張ってた通りのペース設定はしてました。ただ、マラソンってよくあることが、その10キロから20キロ25キロぐらいまで元気っていうか、こうリズムに乗ってどうしてもペースが上がっちゃう時があるんですね。でそれは多分他の選手でも多分ある現象だと思うんですけど、私もその現象になってしまって、で設定では5キロを16分25でずっと押していけばその18分台のタイムにはなったんですけど、そのいわゆる10キロから、22、3キロぐらいの間の、ところがやっぱ5キロごと5秒10秒とか早くなってしまったところがあるので、そこを、まあ、たかが5秒だと思うんですけど、その5秒を抑えるべきだなっていう、それは新田さんのせいとかじゃなくて自分自身がコントロールしていればよかった問題だったので、そこも、まあ、ちょっと新田さんが外れた後の自分の足に影響してしまったのかなと思ってます。で新田さんが、引っ張る距離っていうのは自分の中で、新田さんは本当に全部引っ張る気ではいてくださっていて、でそれは私も認識してたんですけど、現実問題2人が新田コーチ自身も私も現実問題最後まで引っ張ることは無理だろうなっていうのは分かっていたので、ただ、自分スタート前に自分の中で最悪30キロ行っても40キロっていうのは予測してたので、自分もやっぱり そこで覚悟を決めなきゃなって、それまでは本当にリラックスした状態で行かなきゃいけないっていうのを
思ってたし、あとスタート前に新田さんには抜ける1キロ前で教えてほしいって、突然抜けると私はちょっと常に不安でこう気持ちで左右されてしまうので、落ち着くためとあと覚悟を持ちたいから、1キロ抜ける1キロ前で教えてほしいって言って、それが34.5 ぐらいのところで教えてもらって、で抜けるまでの1キロ弱で覚悟を決めました。そこからやっぱりコースがタフになっていくの でそこでまたさらにこうペースをちゃんと上げなきゃいけないっていうのはあったので、そこで覚悟を決めて新田さんが外れたっていう感じです。なのである程度自分の中では予測はしてました、このくらいで新田さんがいなくなるっていうのは。その、いなくなることをあらかじめ想定してたっていう部分はどういうところからそういうふうに考えてらっしゃったんでしょうか。あ、でもやっぱり普段からこう一緒に練習をやってるので、でやっぱり新田さんもマラソンが苦手っていうのもあるので、苦手同士のタッグを組んでるのでなので、まあなんか最後まではいないだろうと思うし、あと普通に考えてやっぱりこう新田さんが今その現役の選手であればその期待はしてしまうと思うんですけど、やっぱりこう私の練習の中で自分の力を高めていかなきゃいけないの で引っ張ることって本当に難しいことなの で新田さんが本当に全然余裕で引っ張れるっていう気持ちが普段からあるんであればそんなに思わないと思うんですけど、やっぱりこうギリギリのラインで引っ張ってたと思うので、普段からだからこそやっぱりこう私もそれを理解してないといけないし、なのでそんなにこう40キロまで絶対いてそうだなっていう雰囲気は最初の10キロぐらいはありました。あ、もしかして新田さんすごい今日バカ調子いいんじゃないかなと思ったぐらいなんで、最後までもしかしたらいてくれるかもっていう期待はあったんですけど、突然本当にあきつそうだなっていうか呼吸が荒れ始めたので、そこであそろそろだと思ったら案の定その言葉が来たので、それまでは本当に余裕を持って引っ張ってたイメージがあったので、まあでも自分の中ではちゃんと気持ちは分かってたので、はい、そういう感じでした。でその最後のところタイムが切れそう切れなさそうっていうのはどういうことを考えながら走ってたんですか。もう私がこう思ってたマラソンと違うなっていうのが、実は東京マラソンの時のスタート直前に資生堂の一山さんも一緒に出てたんですけど、一山さんにスタート直前に質問して、やっぱりマラソン初心者、まあ、2度は踏んでるんですけど、まあ、初心者なので、一山さんにマラソンって5000や1万のようなああいう呼吸が荒れるようなことってあるって聞いたら、いやないですっていうふうに彼女は言って、あってもラスト1キロぐらいですって彼女は言ってたので、そういうイメージがすごくあって、でいざ東京マラソン走ったら彼女が言ってた通り最後の1キロがその呼吸が上がったっていう感じだったんですけど、やっぱり1万や5000ほどではないっていう感じのイメージがあったので、ヒューストンはまあさらにそのタイムを上に行くからある程度呼吸はきつくなるんだろうけど、でもまあ1万や5000ほどじゃないと思ってたんですけど、その新田さんが抜けてからは1万と5000と変わらんじゃんみたいな感じで走ってましたなんで本当に走り方はバラバラだったんですけど、もう5000や1万の気持ちで、もう5000の気持ちで走ってました。はい、日本人では4人しかいない19分台というタイム、そして、日本記録を改めて狙う、切れなかったこと、そこに対して、感想をお願いします。はい、切れなかったことに関しては本当にもうゴール後、
ゴール後っていうかもう40キロぐらい、あの1位の選手の前にあのタイムが計算されたタイムとかゴール予測のタイムとかが表示される車があるんですけど、こうそれを見ないようにはしてたんですけど、ありがたいっていうか、大会側が選手を持ってやってることだと思うんですけど、私にとってはもう本当にプレッシャーでしかなかったので、そのタイムでこうチラチラどうしても目がいっちゃって入ってたんですけど、40キロぐらいからもう日本記録の12秒っていうところが見えてしまって、で結構もう足が限界だったので、ここから坂もまだちょっとあるところだったのでやばいなっていう感じはあったんですけど、でもっていう自分なんかこう否定じゃないんですけど、いけるって思いながら行かなきゃって思いながら走ってたっていうのがあって、でまあゴール後そのタイムは分かってたんですけど、もう一度その自分で受け入れるためにタイムを見た時に、今の現時点での実力を受け入れなきゃいけないなと思って、で受け入れないとやっぱ次に行けないなと思ったので、まずその精神的に乱れたとしても受け入れて、でその後横田さんたちにここまで支えてくれて、本当に何だろう、やっぱり私は本当にわがままっていうか、自分の結果を出すために本当にこう周りを巻き込んでしまうので、そういった意味でのそのそういった意味でっていうか、そういうことに付き合ってもらったっていうことへの感謝の気持ちをまず伝えなきゃなと思って、それを横田さんにたちに伝えてから、またこう自分の中でちょっとこう悔しい気持ちを落ち着かせて、でもさっきも言ったように今回何が足らなかったのかなっていう原因が明確に分かったからこそ、すぐベルリンに行こうっていう切り替えができたので、東京マラソンの時みたいなこうゴール後単純にこう距離が足らなかったのかなっていうあやふやな感じの原因じゃなかったので、今回はもう何が足らなかったのかっていうのが明確に分かったからこそ次に進むことができたなっていうふうな気持ちでした。ちなみに19分台っていうのはいかがですか？まだ日本では4名しかいないということですけど、4選手目という形ですか？そうですね、ただやっぱり私が思うのは、この19分台をの出したメンバーを、見て、今の、まあ、時代って言ったらちょっとなんですけど、今はやっぱりシューズの進化が大きいので、どうしてもやっぱりこうあの3名の方が出された記録は、私がどんなにタイムを出してもあの人たちの評価を超えることはできないなっていうのがどうしても感じる部分はあります。だからといってじゃああの時のシューズ履いて走ったらっていうわけでもないんですけど、野口さんたちが出した時はやっぱりシューズがそこまでフォーカスされてなかった時代ではあったので、今これだけシューズの進化に、ま、シューズの進化 にまず人間が追いついてない状況になってる段階での19分台なので、自己評価としてはそんなにこう皆さんが言うほどではないです。なので低い、自己評価としては低いです。あと一つだけお願いします、はい、5000メートルという話もありました、5000メートルでもやはり記録を狙っていく感じですか？そうですね、あの今年は本当にこう駅伝が始まる前までは勝負ではなくて記録に挑戦っていうことを横田さんとずっと話してたので、私はやっぱり、日本記録4つの日本記録を取るっていうことを一つの目標としてずっとやってきたので、残り5000メートルとマラソンで、やはり
単純に来年よりも今年の方がチャンスあるっていうのは、あのタイミングもそうですし、あとやっぱり自分のコンディションとかも含めて、来年同じようなコンディションかわからないし、もしかしたら下がそのコンディションが悪いかもしれないっていう状況も踏まえて、やっぱり今年チャンスだなと思って臨んでみようと思ってます。あのマラソンについてなんですけど、日本記録18年前の記録ということで、長年こう破られてない記録に挑むことで、それを破ることを期待されていることについてですね、こうどのように思っていらっしゃるか、どのようなモチベーションになっているのかお聞かせください。モチベーションとしては、やはり目標があるないとじゃ毎日のこう過ごし方が変わってくるなって思うのと、やっぱりこういい意味でこう刺激、自分毎日刺激を感じる日々を過ごすことができているので、自分としてはこうちゃんと背筋を伸ばして生きていけるなっていう、やっぱりこう私がどうしてもメンタルで心あの感情で左右されがちなので、私としてはとても必要なことだなって思いながら生きてます。あと確認なんですけど、そのパリオリンピックに向けて私の中に気持ちはありませんということなんですけど、はい、これトラックについてもっていう。あ、そうです、もう全競技に関してです。全競技っていうか競技を変えてパリ五輪を目指すってこともありません、はい、すみません、ありがとうございます。いえ、はい、今マラソンに取り組んでいる別の選手だったりとか、まあ、これから取り組もうと思っている若い選手だったり、まあ、今回のこの経験をこうどういうふうにこう伝え、なんか例えばもし伝えられるとしたらこういう経験だったよとか、はい、こう新たな別の選手にこう伝えるとしたらどういうことを伝えられますか。はい、まず一番何を優先すべきかって言ったら、あの、まあ、簡単な言葉ではあるんですけど、健康第一でやっていただきたい、まあ、それはもうあのなんだろう、走らなくても走っても走らなくても走ってる人でも変わらないと思うんですけど、やっぱり体がたまたま丈夫に生まれてきたっていうんではなくて、丈夫にするために何が必要なのかっていうことをしっかり自分で選ぶ力を持ってやってってほしいなっていうのがあります。それがやっぱり第一に私が伝えたいことで、あのそれはやっぱりそのマラソンに限らずに、特に女子長距離界、日本の女子長距離界はあの誤った認識の中で、競技をやってる方、それをその関係者でいることっていうのがちょっとこう多く見受けられるなっていうのがあって、でそれはあの私もやっぱり過去経験したことなんですけど、軽ければ走れる、細ければ結果残せるとかっていう、なんかちょっとどこで何をこう求めてるのかなっていうのがすごく感じるので、もちろんすごいこうウェイトオーバーで、なんかちょっと言い方悪いんですけど、太ってる人が速いかって言ったらそれはないんですけど、でも痩せてるから速いっていう認識は間違いだということをしっかり指導者も選手自身も理解して、何が必要なのかっていうことをちゃんと自分でプラスになることを考えていかなきゃいけないなっていうのは感じます。で、2点目というと、私もそうだったんですけど、日本のマラソン女子のその今までの成績、あの野口さんだったり高橋さんたちが出された成績があるからこそ今の日本のマラソン界があるとは思うんですけど、やっぱりこうまるで一つの方法でしか結果が出ないかのようにこう時代が流れてきたなっていう印象があって、でそれが私にとってはどうしても理解できないっていうか、なぜこう人に合わせる練習メニューじゃなくてこの練習じゃないとマラソン走れないんだなっていう認識になってしまったのかなっていうのがすごく違和感でしかなかったので、今回それを払拭できたっていうか、横田さんと話し合って自分たちの形でこう結果を出していこうっていうことが、
まあ、日本記録更新ではなかったんですけど、一つのこう達成というか証明できた部分ではあるのかなと思います。でかといって私の練習方法が正しいとかではないんですね。あの自分に合った練習、自分がこの大会でこういう風な結果を出したい、こういう走りをしたいっていうのをしっかり明確に感じて、教える側も教わる側、選手側もちゃんと意見が一致しない限り、教える側が例えばこういう強いそういう思いを持ったとしても、選手が思わなければただの一方通行でしかないですし、だからこう選手自身も言われたことだけをやるんではなくて、自分に何が必要なのか何が不要なのかっていうのを選ぶ力を身につけることが必要だなって思います。まあ、今のお言葉で自分たちの形のトレーニング、まあ、練習方法っていうのがありましたけど、はい、こう自分たちの形っていうのは具体的にこう言語化するとどういうところですか？スピード練習なのか、私の場合なんですけど、あくまでも私が結果を出すためにやったことは、私はやっぱりこう動きを良くする中で距離を踏んでいけるっていう形がそういう風なランナーというか選手なんですけど、それはやっぱりどうしてもこう今までがいい動きの中でリズムをといい動きをしている時ほどやっぱりこうリズムが取れていったっていうのがあって、それを横田さんが外から見てどういうふうにこう練習を落とし込んでいくかっていうことを考えてくれたので、やっぱりこうそこで私も何も感じずにとかではなくて、あ、自分はこういうところこういう動きをしてからマラソンに落とし込まなきゃ結果としては出ないんだなっていうのが分かったので、私は単純に言えば量より質を取っていった人間ではあります。じゃあ今まで新谷さんが思ってた、まあ、マラソン練習これまでの、まあ、方法というか、それはやっぱりこう量を踏んでるなっていうような印象が強かったということですか？そうですね、まあ、なんか言い方悪いんですけど、量を踏んでれば問題ないっていうようなイメージ、それはあの世界での日本の女子マラソン界のイメージが強くて、あの試合で結果を出さなきゃいけないのに距離踏んだもの勝ちみたいな感じになってる印象が強くて、それにどうしても違和感、それじゃ試合で結果出ないじゃないって思って、もちろん全く距離を踏まないってことはないんですけど、でもちょっとこう容量が悪いのかなとは思ってしまいます。はい、悪く言えばパリを目指さないということについて、その理由というかですね、まあ、そのオリンピック至上主義がいいというわけではないんですけれども、なぜ、まあ、多くの人が見てくれる機会であるオリンピックというものをなぜ目指さないというふうにこうなんていうかこう思い切ってしまえるのか、その辺の考えをお聞かせいただけますか？そうですね、パリ五輪をその、まあ、今の時点で目指さないっていうふうな言葉を出した理由としては、まず私の中でこうオリンピックに出ることが全てじゃない、日本代表になることが全てじゃないっていうのがあるっていうのがあって、でそれはそのじゃあ私が言ってる結果を出すっていうところにつながらないじゃんっていうふうに思うと思うんですけど、そこを通らなくてもやっぱりこう結果を残すってことはあのできると思うので、方法によっては。なので私の中ではもう今の時点ではパリ五輪を目指す日本代表になるっていうところはなることが仕事じゃないと思うので、私たちアスリートに求められていることはまず結果を出すっていうことが求められているので、その結果を出すっていうところは別にパリ五輪じゃなくてもいいという認識で私はいます。でやはりこうもう一つこう社会的なことを社会性的に言うと、東京五輪を経験してとても言いにくい言葉ではあるんですけど、
こう今までこう五輪が正義だみたいな感じで思われてたと思うんですけど、私の中では東京五輪を経験して今どれだけ五輪がこう国民の人たちに求められてるのかなっていうのをやっぱりこう選手として感じたなっていうのがやっぱり非常に大きかったなっていう、それはもちろんコロナの影響はあったとは思うんですけど、コロナがなくてもやっぱり今五輪がどのような評価で求められてるのかなっていうのをやっぱり東京五輪の時にすごく感じてしまって、まあ、実際こうメンタルをやられてしまったこともあったんですけど、だからこそ私は自分の中でこうやっぱりアスリートってこう応援してもらえ応援してくれる人たちがいるから成立できる仕事であって、やっぱり独りよがりでできる仕事ではないので、どんなに才能があったとしてもどんなに早くてもやっぱり応援だったりサポートの力がない限り絶対できない仕事なので、一人で突っ走ってできるものではないからこそ、昨年じゃないわ、前回の東京五輪の時にそれをすごく感じたからこそ、自分の中で日本代表や東京五輪を目指すっていうところはなくなったっていうか、今の時点ではないのかなって思いました。ありがとうございます。それはつまりその結構IOC の人たちが批判されてたり、オリンピックに反対する人がいたり、そういったことがこう自分であなた自身の心に影響したという。それも踏まえてですね、やっぱり批判っていうのは何かしらあると思うんですよ、絶対に。ただあの時国民に寄り添えれたのかなっていう、私たちアスリート側も国民の声を聞けてるのかなって、普段から聞けてるのかなって思い返した時に、若干私利私欲のためにやってたなっていう反省点もあったからこそ今の答えに至ったのかなと思います。かといって出ないことが正義とかではないんですよ。ただ正義は別にないんです、五輪が正義とかじゃないので、はい、反対することが賛成とかではないんですが、ただ私は五輪を目指す気は今の時点ではありませんということです。ただシンプルに他で結果を出すっていうだけです。はい、声の中的にもこうどういうふうに今後なっていくのかとかあるのと思うんですけど、ニア選手が考えるスポーツの力であったり、今後ニアさん自身がどうやってそういうものを伝えていきたいかっていうところも新たに教えてもらえますか。私はスポーツのあり方ってやはりこうどうしても昔のイメージだとすごく憧れの多い世界を憧れを持つ世界かなっていうのを、憧れが強い世界だったのかなっていうふうに思うし、今でもそれは変わらないと思うんですけど、やはりこう昔ほどこう応援する人もアスリートその応援してもらえる人もこうなんだろうな、一緒になってないっていうか、今はすごいなんかこう分かれてる状況だなと思っていて、っていうのがやっぱりこうアスリート側が悪いわけではないんですけど、お互いがこう自分たちの価値観を押し付けてるっていうのがすごくこう見受けられるなって思うし、でやっぱり私もそうなんですけど、それってこう一種のわがままじゃないんですけど、ちょっとこう自分を優先しがちだなっていうのがすごくこう感じる部分でもあるので、やっぱりこうそういう価値観の押し付けって本当に迷惑な話だと思うので、共有することはいいと思うんですけど、押し付けって本当に迷惑な話だと思うので、でも人ってやっぱりそれをやりがちではあると思うんですけど、そこをやっぱりこうなくしていきたいっていうのが
これからもこう長くスポーツを続けられる要因にはなっていくのかなと思うし、あとやっぱりこうアスリートも結果だけを出してれば問題ないよっていう時代ではもうなくなってきてるので、しっかりこう道徳的な部分、社会常識な部分もしっかり持った上で行動しなきゃいけないっていうのは、やっぱりこう五輪限らず、日本代表限らず、アスリートを見てこう日頃ニュースになっていることとかを見ると、ちょっとこう人間的にモラルが欠けてるなっていう人が多いので、やっぱりアスリートって目立つと思うので、表舞台の世界であるからこそこう子どもたち、特にこう子どもたちに関、子どもたちに対してこうお手本になるような人、こう人として生きてってほしいなっていうのがあるので、子どもたちっていうよりも私たち、まず大人がしっかりしなきゃなっていうふうに考えてます。先ほどあの日本マラソン日本記録を出す中で、目指す中で、まあ、自分たちの形っていうのを証明したいという話がありましたが、今後その4つの日本記録というところで、あと5000とマラソンもう一度目指されると思うんですけれども、新谷さんの中でその一長距離選手として、その4つの記録を目指す意味といいますか、どういう長距離選手でありたいって普段考えてらっしゃることはありますか？こういった人間だったり、こういったアスリートになりたいっていうのは、正直今のところこう感じながら過ごしてることはなくて、ただ間違った方法で生きることも、アスリートとしてやっていくことも良くないなっていうのを感じながら生きてってるなと思います。それはやっぱりこう間違った方法で得たものって、結局その場しのぎでしかないと思うので、長く強くこう生きていくためには、やはりこう地道なものだったり、地道なもので、たかがこれっていうものでも丁寧にやっていかなきゃいけない。で、人に受け入れられない、理解できないことであったとしても、それをじゃあ理解してもらえるように伝えるっていうことをしながらやってってるかなって思います。なので本当にこう、なんかこういったこう なんだろうな、記録を残して、じゃあ何になるのっていうわけではないんですけど、私が記録を残すっていう理由はもうただ一つ、私を支えてくれる人たちへの感謝の気持ちってだけなので、日本記録を残したところで私自身がどうなるってことはありません。それは私がただのありがとうっていう意味の一つでしか捉えてないので、それ以外でなりたいとしたら、もう間違った道は絶対外すなっていう、間違った道っていうか、あのなんだろう、こうさっきも言ったように、こう痩せれば走れるとかいう浅はかな考えではあってはならないし、食事制限とか、まあ、なんか簡単な話、食事制限とかもする必要ない、食事制限っていうか、しっかり健康第一で生きていくっていうことをやってって生きてます。はい、ありがとうございます。それを踏まえてちょっと横田コーチにお伺いしたいんですけれども、まあ、トラックだけでもない、マラソンだけでもないっていうところで、横田コーチから見てのその4つ種目で日本記録を目指す意味というところを、ご自身ではどういうふうにお考えでしょうか？そうですね、まずその新谷がそのアスリートとしてそのどう目指したいのかという中で、まあ、そのオリンピックとかその記録とかいろんな価値がある中で、まあ、本人がその記録っていうところを挑戦していって、その過程をそのファンの人たちが披露していくということを選んだということに対して、コーチとして、じゃあオリンピックを狙うところで、そもそも僕らが目標を与えるものじゃないかって言うんですね。で、僕が出てるときって、で彼女が目指すそのアスリートとしての姿とか目標に対して、どれだけじゃそれを
達成できるかっていう道筋を立てることと、それに対してどれだけ見てる人に共感してもらって楽しんでもらえるかっていうところをやっていくのが、まあ、僕とかそのまあ先ほどスタッフの仕事だと思っています。ただ彼女が速くなる記録が伸びればいいとか、そういうことじゃなくて、それをどう意味付けしていくかっていうところがまずトラップとしては仕事だと思っています。で、そういった中でじゃあ日本種目の日本記録って、まあある意味今まで、ね、増田明美さんぐらいしか伸びたことないことだと思うんですけど、なんだろう、女子の長距離界の記録って、先ほどニーヤも言った通り、やっぱり世界でメダルを取ってきた、まあ、かつ世界一、世界記録だった記録も一番あるわけで、そこへの挑戦っていうのは、を選ぶっていうのは、僕なんかオリンピック出るとか、そのメダルを取るっていうことと同じか同じ以上に、まあ、タフなことだと思っていて、でそれをなんかこうシンプルにこう一緒に、まあ、なんかこういうこと言い出す人って多分そんなにいないと思うんですけど、それをこう一緒にやらせてもらえることっていうのはもう本当に感謝してますし、そこを作れる、一緒にできることは本当に楽しいですね。でただまあ僕自身は結構実は理にかなってんじゃないかなと思っていて、そのマラソンをずっとやるとかよりもやっぱりいろんな種目をやりながら強化をしていくっていうのは僕は実はすごい理にかなってることだと思っていて、どうしてもそのトレーニングって同じような負荷をかけて、じゃあ距離を何十キロ走ってでどれぐらいのペースでっていう中でこう負荷を与え続ける、どうしても体って慣れてるんですよね。で50キロ走っちゃったら50キロ以上走らないと負荷って変えられない中で、じゃあずっとマラソンをやる とかそういう距離とかをターゲットにすると、やっぱりトレーニング効果って僕はどんどん薄れていくというのは当然のことだと思ってるんですよ。そういった中でじゃあスピードを 5000m とか 1万m トラックのスピードを磨くっていうことは、その長期的にそのマラソンのパフォーマンス、まあ、5000m 1万m のパフォーマンスって上げるっていう意味で僕は理にかなってるし、結構その若い子がマラソンをチャレンジすることは僕は否定はしないんですけど、若い子が長いスパンの中でマラソンをどう捉えていくかっていうことの参考にはなるのかなと思っているんですよね。それをなんかこうニーヤの挑戦を通してなんかこうこういうやり方もあるっていうのを伝えていければすごい価値のあることになってるかなと思ってます。横田コーチとニーヤさんお二人両方に伺いたいんですが、はい、オレゴンの世界陸上がまあ、ああいう形で出られなくなりましたけど、そこまで練習は積まれていたわけで、その東京マラソン前の、まあ、主に練習ですね。ただその食事とか睡眠とかも含めて話していただいていいんですけれども、東京マラソン前でオレゴンの世界陸上の練習がありで、今回のヒューストン前の練習がありと、でそこでオレゴンの世界陸上前の練習が東京マラソンでの後に変えたというふうに伺ってますし、実は東京マラソン前から横田コーチかなりこのスピード中心、リズム中心ということを考えてたと私は把握しておりますが、そのオレゴンの世界陸上の練習があったから今回よりヒューストン前の練習が完成度が高まったというところがあれば、東京はこうだったけどオレゴン用にこうだった、でそれがヒューストン用にこうなったみたいな話がしていただけるようならお願いいたします。はい、私かすいません、私の方が忘れちゃうんで私から言わせてはい、います、東京マラソン前の東京マラソンの時点ではもう先ほど言ってたように横田さんも私もやっぱり私の良さを出すにはその、まあ、距離を踏むっていうよりも、動きの中から距離をこうリズムよく走っていくっていう、まあ、要は質を取っていこうっていう風な認識ではあったんですが、どうしても私がやっぱりこう私も横田さんもマラソンに関しては初心者だったので、私に関してもすごい不安要素がたくさんあったからこそ、こう周りのやっている距離っていうところを、まあ、皆さんが踏んでるほどの距離は踏まなくてもそれに近い形で踏まなきゃなっていうのがどうしてもちょっと邪魔してしまって、
それが、まあ、結果東京マラソンでああいう形になってああいう結果になってしまったのかなっていうので、でその後オレゴンで日本代表に決まった時にこう練習を始めたんですが、やっぱりこう東京マラソンでの流れっていうか取り組みがどうしても私の中で横田さんが出したメニューに関して違和感とかではなくて、あれをやっていかなきゃ走れないのかなっていう不安っていうものがどうしても拭えなくて、でちょうどタイミング悪くコンディションも上がらず、ちょこちょ こう大きな怪我はないにしてもちょこちょ こういろいろ足が痛くなったりとかで、結局オレゴンの時はこう今だから言うっていうか後出しじゃんけんになってしまうんですけど、詰めた練習は一切できてなかったんですね。なので本当にラスト1ヶ月ぐらいで調子合わせていったって、結局まあコロナになってしまったんですけど、なのでまあなんか自分の中ではある程度こういう結果になってしまった、走ったとしたらこういう結果になってしまったのかなっていう気持ちではオレゴンに入った状況であります。なのでまあこう自信を持ってオレゴンへ臨んでったっていうことではなかったかなと思います。なのでその後にこうヒューストンに向かうため、ヒューストンで記録を出すっていうためにもう一度横田さんと、認識を確認認識っていうか確認をして、で、まあ、そこで完全に、まあ、東京マラソンの結果があったからこそ、学びがあったからこそ距離を完全に捨てようっていうふうに思えたのが大きかったかなと思います。はい、横田さん、そのオレゴンのへの練習が何か叩き台とか参考になったっていうことは、そうですね、正直オレゴンを目指すための練習期間での内容としてはそこまでこうヒューストンへの学びがあったかって言ったらそういうわけではないです。どっちかというと本当に東京マラソンの学びがあってヒューストンっていう風につながってると思ってもらえればいいと思います。なのでオレゴンは新谷はコロナで永眠してたっていうか眠ってたっていう感じで思ってもらえれば、はい、そうですね、まあ、オレゴンに関してはそこのトレーニング、そこまでの過程のトレーニングは正直、まあ、見返してもあんまり練習できてなかったので、まあ、それがじゃあ今回のヒューストンにどう生きてきたかっていうと、まあ、あんまり関係ないかなと思ってます。で、そうですね、で、まあ、東京マラソン前ももちろんそのスピードとかリズムっていうところは、まあ、一つキーワードではしてたんですけども、まあまあ、今思うと一方でやっぱりその30キロ以降にの打ち込みをどう対応するかみたいなところをやっぱ重点的にというかそこの恐怖に僕ら耐えられなかったなっていうのがすごい思っていて、まあ、3ヶ月ぐらい前回その東京マラソンの時はマラソンに向けてトレーニングっていうのを3ヶ月間マラソントレーニングやったんですけど、その中でまあ負荷の高い距離走をやった後にまあ、ゆっくりでもまた20キロやるとか、そのグリコーゲン枯渇した状態でもどうだけ体を動かせるかみたいなことを、まあ、3回ぐらいやったんですよね。で、まあ、それが結果今のヒューストンの結果に僕は結びついてるとは思ってもいるんですけど、ただやっぱそこを重視したあまりやっぱ疲労度とか足の痛みとか、まあ、あとさっき言った動きみたいなところで言うと、まあ、どうしてもこう感覚とのズレみたいなのが、だからそのトレーニングそこへの負荷っていうのはそのグリコーゲン枯渇した状態で体を動かすっていうことの負荷にはきっと慣れていったんだと思うんですけど、その3ヶ月の過程の中でもう正直最初の1ヶ月の方が良かったよみたいなのがなんか感覚の話です。感覚としてその走りの感覚は良かったし見てても動き良かったタイムも良かったしみたいなのがなんか僕らの中であって、もうなんか1ヶ月でいいんじゃねみたいになったんですよ。もう1ヶ月の中でできることやろうみたいな。でその中であんまりこう長くやると、まあ、集中力も切れるし、まあ、動きも悪くなってくるんだったら、やっぱりその今まで大事にしてきた部分、その、まあ、ハーフの時も1万のためのハーフだったりとかしたので、
そういったなんかその、まあ、1万とかハーフの本当に延長線上に置いたメニューっていうのを考えて作って、でそれはでしかもそのクイーンズ駅伝走ったの でクイーンズ駅伝もやっぱり3区で区間賞を取るぐらいっていうのは、やっぱマラソン練習を本当にがっつりやってるとっていうか取れないと思うんですよ、区間賞は。だからそれなりになんかそこも取れるぐらいの負荷でやってた。だから1万、本当に1万とか、まあ、1万行ってもハーフぐらいの、ところでそのトレーニングはその11月いっぱいまでやっていて、本当に残り1ヶ月ですよ。で調整期間を除くと本当に12月の1ヶ月間だけ、まあ、マラソン練習というかマラソンに向けてのトレーニングで、まあ、量とかを上げていったんですけど、まあ、そこもでもじゃあその前さっき東京の前にやったような本当にコンディションを崩してでも30キロ以降耐えるような練習みたいな実際1回目やらなくて、本当16キロ長くてもなんかまだ距離走とか30キロとかもちろんやったんですけど、それももう本当にペースを追わないでゆっくり黒缶で30キロ時間かけてやるとかもちろんやったんですけど、まあ、35キロとか40キロももちろんやらないですし、そのレースペースより速いペースとかで言うとその16キロを12月31日に本当にハーフの4キロぐらいのペースで12月31日にやったんですけど、まあ、それが逆にメインの今回は僕の中ではその12月31日の16キロ3分、もう本当はもっと設定が遅かったんですけど3分、アベレージ3分11か12ぐらいでやった練習があったんですけど、そこで俺で30キロまでは逆に楽にいけるな、まあ、実際27キロぐらいきつそうだったんですけど30キロまではもう49キロペースはもう楽にいけるなってなって、その後も何だろう、30キロ以降もその耐える何ですか、こう、まあ、加速が当たり前ですけど加速が速い方がその後の減速も減速じゃないですか、加速が速い方がその後の速度も高いわけじゃないですか、普通に考えて。だから30キロ加速だと思えば何か3分20とか何かたらたら加速するように何か本当にバンって乗っちゃってズルズル耐えていくぐらいの方が。なんか合ってんじゃないかなと思って今回組んだんですね。で、まあ、それはそれで良かった部分と一方でそのコース取ってきてでいうとちょっとミスった部分もあって、後半やっぱ30キロタフだったし気温もすら上がったし、向かい風だったりとか、まあ、ちょっともうちょっとその辺の戦略っていうのは僕の経験の甘さだなっていう部分もあったんですけど、まあ、やりたいことは全部できて、だから振り切ったからこそ次の課題が見えたっていうか、やっぱりコースとか気温に合わせてもうちょっと戦略をきちんと細かく出ることだったりとか、あとはいえでもやっぱ30キロ以降に向けてのメニューっていうのはやっぱり一定程度やらなきゃいけないねっていうのは僕とニーヤの中で出てきたし、でも一方で今回のトレーニングっていうのが今後も軸になるっていうのも課題として出てきたので、だから僕はその今回その12秒っていうよりは17分台とか1分以上更新するっていうことが現実的だと思ってるんですよ。でそれはもう気温とか現地行ってもう本当に半袖半ズボンで日中過ごしてるんで、それぐらいこうマラソンにじゃあ適してた気候だったのかっていうと、もちろんその前の年にアメリカ記録出た大会ではあったし、僕らもハーフマラソンで日本記録出した大会だったんですけど、やっぱり気温の寒暖差がすごい、なんですか、こう日によって大きい土地だったので、まあ、その辺の運もあったのかなと思うので、逆に言うとよくコンディションの中で19分20で走ったなっていうのは今思う部分なので、だからこそその12秒更新しに行くんじゃなくてもっとその先っていうのを見据えてトレーニングしてもいいんじゃないかなって今思います。